皆さんこんにちは、どうもちゅるです。今日はすごく無謀なことをしようと思います。いや、ほんとマジでさ、もうサムネとタイトル見て分かってくれてると思うんだけど、今日は私石原さとみさんになろうかなと思いまして。いや、無謀だと思うよ。ほんとに無謀、無謀だけど可愛いんだもん。じゃあまずカラコンを入れていきます。メイメの唐揚げになります。これね、結構縁だけのやつみたいな感じなんで超ナチュラル。石原さとみさんはね、かなりナチュラルなので、でナチュラルっていうか多分あれ裸眼だよね。これ新作のカラコンですね。サークル系だったらこれがいいなと。え、すごいなんかね、これね、すっごいナチュラル、めっちゃなんか女優さん系のうるっとした感じの瞳になる。今日はね、別にその石原さとみさんの恋はディープに風メイクっていうわけじゃなくって、石原さとみさんそのものの顔を作ろうと思ってます。何言ってんだって思うよね。まあうんっていう感じ。下地こちら使いますね。ソフィーナプリマビースタアンジェ、ロングキープベース UVB プリマの下地。なんかもうプリマ塗っただけでさとみさんの気分、気分だけでもいいからなりたいもんだよね、本当に。ああ世の中つらい。なんかの動画でももしかしたら語ったかもしんないけどさ、石原さとみさんのさ、可愛さと綺麗さってさ、本当に嫌味がないよね。もう嫉妬心すら出てこない、あの綺麗さすごいと思う、本当に。キャンディードールブライトピュアベースモイストラベンダー、ちょっとだけ取って点置きしていきます。もうね、石原さとみさんといえば透明感っていうことはもう紫しか勝たん。もう絶対紫の下地をコントロールカラー的な感じでこう透明感を出すためだけにこうやって置いてあげるのすごい大事だと思う。これもスポンジで鳴らしていきます。で、下地が完了しましたら次コンシーラーを塗っていきます。コンシーラーはこの2種類ですね。ザ・セムのピンクと 1.25 になります。これを混ぜて使います。クマだったり小鼻もやっぱり大事よ。市原さとみさんといえばやっぱり唇なんでね、口周りも超大事。あとは自分の隠したいところ、私はここにシミがある。で、これをまた指で軽く伸ばしてまたスポンジで鳴らしていきます。キャンディードールホワイトピュアパウダーのシャイニーになります。これ反対に映っちゃう。これを顔周りにこうパフでちょっと多めに塗っていきます。こう顔周りにはたいたら、何もついてないブラシでこう中心に寄せるような感じ。やっぱり透明感であったりだとか、このツヤめきをそこまで失わないために。でもかといってこういうさ、下地だけでさ過ごしてたらさ、変な話よれやすくなるじゃん。だからちょっと少なめに、顔周りはまあしょうがないとして、内側の方だけはブラシでね軽く入れてあげるみたいな感じかな。で、まあこんな感じになります。ツヤを結構残しながらやることができました。とりま、石原さとみさんの顔今ちょっとよく見てるんだけど、鼻中隔が結構下に向かって出てる感じ。ちょっとここをね長くした方がいいっぽいね。多分顔がちっちゃいからそういう風に見えてるだけなんだろうけど、私は顔がでかいので鼻を長く見せます。キャンメイクグローフルールハイライターの01番になります。一直線にもうグワッともう入れちゃいます。もう本当にグワッと。このね、グローフルールハイライターはね、そこまでね、ツヤ感が強いものではない。なので、結構ね、全体的なハイライトに使うのがおすすめです。ジューシーハイライトフェイスパウダーの S01 番になります。鼻の先っぽはここですよって意識させるために、めっちゃ鼻のもうここを伸ばしたいみたいなところにこうガッツリと入れてあげます。これで若干、ここの先っぽだけがちょっと下に向かって、ちょっとスンって伸びた感じがする。ここの曲線が意外とツッと通ってる感じがするので、ここに軽くスンって置いてあげます。また指でこうぼかしてあげてって、こっちはちょっと滑らかな感じ。で、おでこっていうのはね、まあ一応塗っとこうかなぐらいのレベルで、軽くツンとおでこの丸みを強調してあげます。そしたら、シェーディングをしていきます。キャンメイクシェーディングパウダーの04番になります。これで石原さとみさんの輪郭を作っていきたいんだけど、輪郭難しいんだがマジで。
石原さとみさんってここがちょっとね短いので、ここがとにかく邪魔なのよね。ここがこことここ、こっからここまでっていうちょっと特殊な入れ方をちょっとするんですけど、もうここの部分を若干削っちゃいます。石原さとみさんすごいここがくっきりしてらっしゃるので、ここにも入れてあげます。おでこのところの生え際にもこう塗ってあげます。そしたら次ノーズシャドウしていきます。石原さとみさんで鼻の高さを強調してるのは多分ここなんですよね。ここの部分がねちょっと細めなんだよね。こっからここまでかな。もうちょっとやっていく感じですかね。先っぽの方をちょっと尖らしたいので、ここで縦にこう線を入れていきます。人中短縮の部分ですね。ここに三角を作って中を埋めてあげる感じですね。ぼかすときにこういう風にしない方がいいかも。逆にむしろちょっと内側に入れるぐらいの気持ちで私の場合はやった方が良さそう。縦に向かってこうやってあげるイメージなんだけど、私の骨がなんかそんな風になってくれまい。眉毛が意外とここがね離れてる感じがするんだよね。でちょっと上向き眉毛みたいな、上を足していきながらちょっと上がり眉みたいなのをちょっとやってみようかなと思います。でユアグラムのスケッチアイブローペンシルのブラウンの5番になります。平行気味な眉毛にしちゃってるので、上がり眉っぽく見せるために上を足してってあげます。で眉頭側の方の下を若干足して上がり眉っぽくしてってみます。いやここの毛超邪魔じゃない？ちょっとごめんね、抜くことはできないけど切るわ。私は里見になりたいの。里見になるためだったら眉毛ぐらい、こんぐらい、いやもっと細いな。悔しい。とりあえずこんな感じかな。ちょっと汚くて申し訳ないんですけど、サナエクセルスタイリングパウダーアイブロウのピンクブラウンになります。のここの色とここの色を混ぜて色を調整をします。眉頭はとにかくなんかもうぼかしたやつが置いてあるだけみたいな感じがするので、スクリューブラシで若干作っていきます。石原さとみさんといえばっていう感じなんだけど、私青みピンクのイメージがすごい強いんですよ。青みピンクとパープル系を使ってでちょっとメイクしていこうかなと思います。 3CE の、ビーチムースになります。でもちろんなんだけど、すっごいなんかアイシャドウ超薄いから困っちゃうのよね。パール感をちょっと入れたいから、この色とこの色を混ぜて使おうと思います。とりあえずね、後からぼかすことも踏まえてちょっと二重より若干上ぐらい下の方を塗るときは、ここの色を若干多めに取ってこっちをちょんって取るぐらいの感じ で下はね結構意外とがっつり入ってるっぽいんですよね。次ですね、ちょっとパール感のあるグレーを使いたいと思います。ドーリーウィンクのアイシャドウパレットになってるんですけど、これカスタムなんですよ。ナンバー4の、ラベンダーグレーっていうものを使おうと思います。さっき使ったアイシャドウブラシがこれぐらいに対してこのぐらいの細さの筆、これにとって二重ラインぐらいにちょっとグレーを入れていきます。グレー、まあ、これをぼかしながらね、二重ラインにこう若干入れてあげる感じかな。ちなみに言うけど、私これ全くの初めてやってるからね申し訳ない。今こんな感じ。今ここのグレーを細い筆にとってねじりに下向きな感じで入れてあげた方がいいかな。下目尻の方にも入れるんですけど、これは結構かなり際のところに入れた方がいいと思います。よし、こっからですよ。本当にこっから何をするかというとですね、石原さとみさんの二重を作りたいと思います。石原さとみさんは末広型の二重なんですね。私ね、どっちかっていうともう目頭からがっつりもう二重ラインが入っちゃってるんですよ。目尻側の方が広がってる二重をちょっと作っていきたいなと思います。このアマゾンとかに売ってるこのメッシュテープ、これ水つけてやるやつです。末広になるっていうことは斜めにこうやってつけるのが一番いいんですよ。こうから斜めにって、あれちょっと末広になったんじゃない？なったといえばなったって感じか。でもちょっとこれだけだと足りない気がするんで、ケイトのダブルラインエキスパートでこの目頭側の方の二重をこうクッともう入れ込んじゃいます。あ、できたくない？うまいじゃん私。ほら末広になった。
では次アイラインを引いていきたいと思います。ラブライナーのブラックになりますね。粘膜とまつげとまつげの間をちょっと埋めていくような感じで引きます。ちょっとね、あのやっぱりね、私ここが広いわ。このミッドナイトグレーっていう色ですね、こちらを使って目頭側をちょっと足していきます。ペンシルアイライナーで次は目尻側をちょっと足していきます。この上から行くんじゃなくて、もうこの粘膜からこうアイラインをこう置いて下に向かってというか、こう垂れ目ラインを作っていくって感じさ。でですね、次は涙袋の影を描いていきます。先ほども使ったこのケイトのダブルラインエキスパートで描いていきます。石原さとみさんってすごい目頭側がぷっくりみたいな感じなんですよ。なので目頭側からこうなんか斜めにこう描くみたいな感じのイメージで描いてってあげます。次はビューラーをしていきます。ビューラーをするときはもうとにかく C カールのイメージが強いから、根元をこうバツってやった後に肘をこう動かしてやっていく感じ。そうするとね、綺麗な C カールラインができるんですけど、見せづらいですね。キャンメイクのクイックラッシュカーラー、セパレートタイプになります。カールキープだけしてくれればいいんで、ささっと塗っていきます。そしたらですね、このカールキープマスカラを塗ってる間にチーク塗っちゃおうと思います。セザンヌのナチュラルチーク N14 番になります。こっからこう滑らせるイメージかな、多分。うん、そんな感じがします。そしたらですね、次はマスカラをしていきます。 B アップのウルトラファイバーマスカラになります ね。まつげも長すぎるっていうよりかはちょっとパチクリすればいいかなぐらいだと思って、ちょっと薄めな感じで塗った方がいいかなと思います。黒目上とか目頭側の方をちょっと多めに塗ってあげるイメージの方がちょっと目の開き方がこんな風になるかもしれない。下まつげはほんの若干だけ塗る感じ。ワンストローク、2ストローク終わりみたいな、そんな感じだと思う。次唇、一番めちゃくちゃ重要な唇を作っていきます。唇を作る際のここの人中短縮をしていかなきゃいけないので、ケイトのダブルラインエキスパートを使って三角ラインを描いてあげます。こんな感じ、こんな感じで一旦描いてあげます。これを指でぼかしますね。で唇の影を結構上目に描いていきます。ちょっとリップの形を取っていくんですけど、細い筆でちょっと使わせてもらって、レ・メルベイユーズラデュレスティックルージュ07番、こういう感じの色味になってるんですけど、石原さとみさんの唇ってなんか丸っぽいんですよ。ここの三角ラインとかあんまりはっきりしてないっていうイメージなのね。なので丸っぽく作ってあげるといいかもしれないです。全く凹凸もなくこう丸く作ったら、こういう先っぽ細い綿棒あるじゃんね、この先っぽ細い綿棒でこう真ん中にちょっとだけ切り込み入れてあげるみたいな、そんぐらいの方がいいかも。この三角の部分をって作ってあげるぐらい。ディオールアディクトリップグローの007番になります。使いすぎてないのでちょっと綿棒でほじくりながら使います。これを中に塗っていきます。できた、とりあえずですけど、いやちょっとこれちょっと一回髪の毛やっていくね。ちょっと前髪切るわ、長すぎ私の前髪、さとみにしてはダメ。出来上がってないからさ、完璧には出来上がってないけど、私の努力だけは認めてほしい、マジで。いやでも切るのこのぐらいが限界だな、このぐらいが限界なので、あとはちょっとカールさせてなんとかします。じゃあ完成までお楽しみに。石原さとみさん風メイクまで3、2、1。え、どうだろう。いや、風だからね、風。もう本当にもう眉毛切ったり前髪切ったり、なんか申し訳ございません。調子に乗りましたね。はい、とりあえず今日のメイクのポイントの方を紹介していきたいなと思います。まずやっぱりこの唇オーバーリップにしようと思って、とにかくで丸っぽく描くっていうのを心がけて作ってみました。その眉毛とここの間
のところかな、結構広めなんですよ。もうちょっとだけ上に眉毛があったら多分もうちょっとそれっぽくなるんじゃないかなっていうのがありましたね。あとは二重を石原さとみさんのような末広にするために目頭の方にね、ダブルラインエキスパートとかでちょっと狭めたりだとか、アイテープで目尻側の二重幅を広くしたりだとかしました。あとは鼻の作り方ですね。ハイライトとノーズシャドウを使って形を作ってで、こうちょっとね、錯覚で長く見せるようにしてみました。あとは人中短縮メイクですね。やっぱりなんか元々の人中が長いから、さすがにちょっと石原さとみさんの長さまではちょっと近づけなかったんですけど、できる限り近くなるようにしてはみました。石原さとみさんの目が黒目上の方がこうパチクリしてて、目尻の方は下がってるっていう印象が強かったので、それを表現するためにダークトーンのアイシャドウを使って、で目頭側の方をちょっと強調して下の方を下げるような感じの印象になるようにアイラインとかを使ってやってみました。あと涙袋の線の描き方なんですけど、目頭側の方から目尻側に向かってちょっと広くなるような感じ、末広みたいな感じでちょっと描いて、あの指でぼかすみたいな感じにしてみました。じゃあね、ちょっと最後ちょっとマスクしてみようかなと思います。この辺はちょっともうね、もうしょうがないと思ってほしい。もう本当に私猿みたいに長いからさ、このね人中の長さが私本当に2センチぐらいあるのよ、マジで。目元だけ見るみたいな感じで見てたら高評価ください。これは約束してお願いします。どうですか、ダメですか。石原さとみさんのファンの方々、ちょっとね、嫌な思いをしてなきゃいいなとは思いますけれども、ちょっとでも不快に思ってしまったら本当に申し訳ございません。ということでですね、今回の動画はいかがでしたでしょうか。少しでも参考になったとかね、ちょっとでも似てるじゃんとかね、さっきみたいに目元だけでも似てるじゃんとかね、思ってくれる人がいらっしゃいましたら、よかったら高評価とチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いします。ということで以上、ちゅりでした。バイバーイ。